おはようございます3月27日金曜日の東京インフォメーションです今日は新型コロナウイルス関連のお知らせを3つお届けします新型コロナウイルス感染者の急増を受け小池知事は今週末不要不急の外出を避けるよう都民に要請しています東京での外出自粛要請は初めてです 改めて今の状況がどういう状況にあるかということを一言で表しますと、感染爆発の重大局面と捉えていただきたいと存じます。えー、平日につきましては、できるだけ仕事はお仕事の方は、えー、ご自宅で行っていただきたい、もちろん職種にもよりますが、それから夜間の外出についてもお控えいただきたいと存じます。 でこの週末でございますがお急ぎでない外出はぜひとも控えていただくようにお願いを申し上げます東京都の感染者は合わせて200人を超えていて小池知事は今週末は不要不急の外出を避けるよう呼びかけ平日もできるだけ自宅で仕事を行い夜間も外出を控えるよう都民に要請しました。また知事は現在の状況をオーバーーバシュート 爆発的な感染者増加の分かれ道、命を守るための協力をお願いしたいと危機意識を持つよう呼びかけました。さらに都市の封鎖については、今すぐ実施する状況ではないと話しました。東京都では感染拡大防止のために、換気の悪い密閉空間、多くの人の密集する場所、近距離での密接した会話、これら3つの密を避ける行動 脳3密を呼びかけていますとは新型コロナウイルス感染症に便乗した悪質商法への注意を呼びかけています新型コロナウイルス感染症の影響でマスクが入手困難となっている状況に便乗した悪質商法が発生しています注文した覚えのないマスクの注文確認のメールが届いたり マスクの販売を装った偽のサイトで入力したクレジットカード情報が不正に利用されるなどの事例が報告されています。また、行政機関を装った詐欺電話も発生しています。行政機関の職員が新型コロナウイルスに気をつけるようになどと個人に連絡をすることはありません。怪しいと感じたらすぐに電話を切りましょう。不審に思った場合やトラブルにあった場合は 最寄りの消費生活センター。局番なしの一八八でつながる消費者ホットライン。または東京都消費生活総合センター。電話。零三三二三五一一五五にご相談ください。新型コロナウイルス感染症に対応した中小企業従業員向けの。生活資金融資のお知らせです。 これは、新型コロナウイルス感染症の影響による休業での収入の減少などに備えて、中小企業の従業員に対し、実質無利子の融資を行うものです。対象は、現住所に3ヶ月以上居住し、勤務先か住所のいずれかが都内で、現在働いている中小企業に6ヶ月以上勤務。年間収入が税込800万円以下で住民税を滞納しておらず、 資金の使用目的が生活安定のためで返済見込みがあるなどの条件を満たした人です融資限度額は100万円で期間は5年以内です利子と保証料は都が負担します申し込み先は中央労働金庫です詳しくはホームページ東京働くネットの新型コロナウイルス感染症対策関連事業をご覧ください 新型コロナウイルス感染症に関する都民からの一般相談は。ナビダイヤル零五七零。五五零五七一で。日本語、英語、中国語、韓国語の多言語で受け付けています。また聴覚障害などがある人からの相談にはファックスで対応しています。ファックス番号は零三五三八八一三九六です。いずれも午前九時から午後九時まで。土曜、日曜、祝日も受け付けます。 ここまで東京インフォメーションでした。